フラン山口スコアシートのタバが就活をする予定だったんですけど、はい、じゃあアビリティーズメジャーっていうですね、正答率あります。ではいきます。はい、結果こう。本題始まりました。おじちゃんでさあですね、はい、久しぶりにやってまいりました。久しぶりです。グラメン、どうもおじちゃんです。はい、ですね、フラン山口、まあ、絶対ね、こう帽子こうなってくると思ってたからでも見てください、ノモさんなんですよ。ノモヒデ、ノモさんなんですよね。どうじゃん。そうなんですよ、どうじゃん。話題ですけど、その通り毎回毎回推しが変わってくるというか、まあまあ、まあインターンシップ行ってたんでしょ。そうです、インターンシップと、まあ、ちょっとサボりですね、うん、サボりはダメだよ休憩しました。休憩してやってたんですかね、フラン山口。そんな休憩してる間にも坂上は受け続け、いや坂上さんすごいですね。あなたのライバルと言ってたのにもう850までいっちゃいましたよ。さすがですね、さすがインを目指してるんだなそうそう、だからね、そんな怠けてる間にも毎回受験をして、でよりによって坂上が受けてない12月を受けてきたということで、はい、あ、そうですね、その結果を、はい、見たいと思いますが、はい、その前にそうですね、前まで一体何点までいってたのかはちょっとですね、はい、見ておかないといけないなっていうので、まあ、スコアシートの束がいろいろあるんです。動画で出してるのは1月29日が795点ということで、425リスニングでリーディング370と、はい、でもうちょっとで800だって言ってね、800優勝達成だって言ってたんですが、ですが、はい、3月になったらいきなりですね、705点まで下がると、はい、リスニング400点、リーディング305点ということで、リーディングがやっぱりっていう感じでした。続いて5月がリスニング400点でリーディング340点で合計740点ということでございまして、やっぱりこの辺なんだね。リスニングはまあ400ぐらいは取れるけど、やっぱりリーディングがちょっとまだまだっていう感じでございます、はい、久しぶりに受けた時はどうですか、勉強したんですか。正直言うと勉強したとは言えないですね。ああ、したとは言えないとは、うん、デルセンをもう一回やって、はい、あとまあトイック問題集10のやつ、一番新しいやつやって、はいはいはい、でぐらいで、それで解いて、まあ、もう一回復習っていうか、うん、見直して、うん、まあ、どこがまたダメなのかっていうか、なるほど、もう一回慣れなきゃいけないんで問題の解き方とか、うん、そこをやったぐらいで、苦手なところをいっぱいやったとかは別にないですね、うん、総合的にやった感じです、ね、うん、インターンシップはもう全然やっぱ英語は関係ない。インターンシップは英語を使ってはいないですけど、うん、まあ英語を後々使うかなっていう企業ではあります、ね、なるほど、使うかなという企業でも使ってなかったんかい、そこで。そうですね、インターンでは使ってないですねなるほどね。じゃあそんな中、一体12月どうだったのか、はい、坂上をライバルしてたのにちゃんと800いけてんのかっていうね、はい、そちらを見たいと思います。はい、他のメンバーの人たちどうなってるのか出てこないから、インフレが進んじゃってますよ、点数の。坂上そうですよ、800って言ってたね、800超えて、皆さんどうしちゃったんですか。880目指してるし、で河合先生入って、河合先生も800超えちゃってるし、これ点数だけでいいですもんね。はい、ではいきます、はい、結果こうです。おお、超えてんじゃん。超えてるんですよ、自分見ちゃったんですけど超えてるんですよ825点だ。うわ、超えてるんですよ。そんな感覚なかったんですけど、超えてる感覚。450までいってる。すげえ、はい、でもそっか、リーディングは375なんだ。そうです。すげえ、825点までいきました。超えました。超えた、超えた、嬉しいですね。超えたけど、なんか微妙に坂上に負けてしまっているという、まあ、微妙に、まあ、まあまあまあ、そうですね、はい、エフランの星ということで、850対825ですかあと25点ですね。そう、あと25点です。でももうね、向こうは880目指してますから、はい、うわ、よりによって直接対決できなかったそうですね、まあしょうがないですねはい、じゃあアビリティーズメジャードっていうですね、正答率ありますんで、そちら見たいと思います。はい、リスニングの正答率が93、94、93、87、93ということで、ほー、どれが苦手とかは特にない、もうこのレベルだから。自分は特に、いやでも、うん、パート4はなんかずっとシングルスピーカーで話すじゃないですか、うん、あれちょっと苦手意識はありますね、うんうん、なるほど、ね、
あの3はまだ苦手意識はない感じです、うんうん、だからまあパート3、4のどっちかで落としてるっていうのはね、この87っていうのがあるので、はい、まあ、ここが一番低いってことなんで、なんで3か4のどこかで落としていると、はい、で93までいってるもんな、一番下もな。だから変化球も結構取れてるってことなんで、はい、いいんじゃないですか。パート1、2はどっちで落としてると思う？最近1も難しくなってきたけど、パート1写真と、どうす、1でも落としてる可能性ありますね。あの人とかがいないやつあるじゃないですか、はいはいはい、物しか置いてないやつとか、うん、あれとか結構苦手ですね。なるほどね、はい、いや結構そうね、難しくなってるんで今ね、パート1が、うん、てかいやーだ、伸びしろはまあ3、4のどっちかね、あるっていうのはまあ見れば強かるんで、そうですね、はい、ただまあ明らかにリーディングですけどね、この点だったらね、伸ばすんだったらもう、そうですね、リーディングを400に、ほらリーディングに行ったらアビマグウンと下がりますから、絶対言われると思ったんですよねこれ、はい、白い伸びしろですね、伸びしろですよね、はい、で最初の推測が73、平均52、平均52しかないんだ。で具体的な情報が80、うんうんうん、複数の情報を照らし合わせるが72、そして語彙が78、ここだな、まず語彙78ダメですね、足りないですね、足りないですね、はい、やらないといけない。で文法が76、はい、ここが一番ダメですね。だって平均72に対して76ですよ、これ全然ひどいですね、これは800点台の人のやつじゃない、いやじゃないですね、これは。はい、そうか、デルセンだけではいけないか、まだは、うん、デルセン以外だったらどうなんですかね。いやだから自分で説明できるレベルになってるかとかね、ああそうですね、大事ですね、うん、合っててもそれが山間張ってやったとかじゃなくて、ちゃんと回答根拠をね述べられるようにする必要があるんで ね、 そうですね、絶対言語化できた方がいいんですよこれ、ね、はい、なんか感覚でできればいいんだみたいに言ってる人いいけど、そんなことないです、うん、はい、そういうのだとこうなっちゃう、まだ感覚タイプだからね、うん、そうですね、そうですねまだ感覚、そうですね、言語化できないところが多くあると思うんで、そうだから自分で説明できるレベルに落とし込む、なんかやってみれば誰かに教えるとかさ、はい、そうですね、誰かに、大学だってエフランでみんな文法できないんだから、みんな教えてって言ってましたけど、なんかそうでしょ、教えてって言われるでしょ、その時にちゃんと、そうですね、論理的に教えられるか、分かりやすいって言ってもらえるか、そうですね、そこを言ってもらえるように頑張るしかないです。基礎英文法講座、はい、速攻英文法講座今ね、はい、まとめ出ておりますんで、ちゃんと全部見てください全部見てください。トイックの方も出てますかね、まとめいっぱい出てますから、はい、今上の動画なんで、はあ、でもまあ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 結構いい感じでは来てるなっていうのはあるんですが、はい、でまず知らなきゃいけないのが5、6にどれだけ時間かかってるかですね。5、6には20数分かかっちゃってるかなと思ってるんですよね。遅すぎるな、それじゃダメですね。最後5問ぐらいちょっと解けてないね、あの7の、うん、それはまあ最後までいけるようにしないとなかなかこれ以上上がるかっていうのは、そうですね、そこですからね。なんで だって16分ぐらいですからね、5、6で20何分かかっちゃダメです。16分で5分とか6分、5分以上の、そう、5分ちょっとの差が、そうでそれでいって生徒率が高いんだったらいいけど、低いわけですから、そんだけ時間かけてるのに生徒率が低いじゃ意味ないんで、そうですね、だから結局ところ5、6のスピードを上げるっていうのが一番の近道だっていうことはよくある。そうなんで、まあ、そっち上げていかなきゃなと、5、6は、ね、はい、できるだけ完璧にすること、うん、もう大学はでももう大丈夫だ、時間的に。時間っていうのは大学のなんか授業が忙しいとかさ。ああ、まあ別に特にないんで、まあ今期っていうかこの後期終わったら、まあほぼ、うん、僕4年生なんで、はい、でまあもう卒業のゼミと卒業論文ぐらいの単位なんで、うん、まあ暇っちゃ暇になっちゃいますね、うん、じゃあまあ就活、就活をする予定だったんですけど、うん、ちょっと自分卒業してからちょっとワーキングホリデー行きたいなと思って、うん、あ、ワーホリね、はい、はい、そう、先に行っといた方がいいかなと思って、うん、なんで1年間予定ですけど1年間行こうかなと思ってて、カナダ、オーストラリア、オーストラリアですね、はい、オーストラリア一番ですなるほど、ということでじゃあまあそっちに向けて、はい、頑張りたい。トイックは引き続き受けてくる。そうですね、トイックまあ満点取れてないんで、まだ全然伸びしろあると思うんで。満点取ろうと思ってんの？いやいや、もうやるからには満点取りたいですよ。あら、やるからには。ただいただきを目指していたのね、うん、いや、やるからにはちゃんと満点は目指していこうと思ってるんで。遠いですよ。いや遠いですね、遠いですよ、825だからな。いやいやいや、文法 70% は遠いよ、だいぶ遠いよ満点までは。文法 70% はちょっとやばいですね、うん、そこをちょっと磨いていかないと。そうですね、あとちゃんと全部最初までやりきれるように、はい、
頑張ります。いただきたい。はい、ということで、ここは山口来ていただきまして、すみません、800点単位突破しましたんで、はい、嬉しいです。ということでございました。はい、はい、ありがとうございました。デキボーチン。デキボーチン。何の研究してるの？何の研究ですか？だって論文書かなきゃいけないし。論文、全然自分の分野とは全然違います。あのなんか、うん、親がこの成長に与える影響ってやつで。やってんすけど、言語習とかじゃないの？昨今で親ガチャとか言われるじゃないですか、うん、まあそういうので、まあ、教育ってこと？教育とか環境要因的なやつ、